はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、伊勢崎オートレース場で行われている3日間開催。今日がですね、早くも準決勝ということでございます。全部で4つのレース、9と11、12、こちらのレースをやっていきたいというふうに思います。残念ながらですね、ちょっとブチソロになっております。難しいソロでございます。頑張ってやっていきたいと思いますので、最後までお楽しみください。では、よろしくお願いいたします。2番の落合からも支持を集めた9レースの準決勝、10秒前です。さあ1本目9レースですね。ここは2番の落合選手、あとは5番の鈴木正美選手、あとは7番の浅田選手、穴が6番、塚越さんの一発スタート。クイスタートしました。20戦のスタートはインコースから落合が飛び出した。そして30メーターラインでは田中悟が10メートル前に食い込もうとしています。3番の落合残せのうちに潜り込もうとしていますが、かぶせるか君はないうち。さあ勝敗を分ける1周回の動きであります。2番と2番の落合、早くも先頭の松村に追いついて印象があります。さらには君はだを捉えた4番の田中、塚越さん来い、塚越さん来い。レーサー2周回目、先頭は1番の松村、相当から攻めていくのは落合です。よし落合頭、この2コーナー立ち上がり、2番の落合が先頭へと上がりました。続いてくるのは4番の田中悟、中段では4番手に塚越、その後ろには鈴木、お茶逃げろ。さらには浅田慎吾、遅れを取りました谷津圭司、最高峰は君は大塚越さん来い、塚越さん来い。潜り込んだ6番の塚越がさらなる前進に成功しました。わーゴーが炙った。5番の鈴木正光、やや膨らむ感じになった。先頭は2番の落合、落合の主導権です。やや膨らんでいる4番の田中悟が際どく接近。さあ残り3周、うわーお試合が残り3周回、いいよっしょ。2番の落合がかぶせるでっかいな。落合が先頭、なんと来い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 。2番手に田中悟という塚越さん来い、塚越さん来い。さらには浅田慎吾も迫ってきているぞ。4コーナーを立ち上がりまして、残り塚越さん来い。先頭は落合であります。2番手に田中悟がつけています。3番手塚越、後ろ回れない、あーこれないか。3番手の塚越をさあ狙いまして、前輪かかった、入ってまいりました。3コーナーから4コーナーのカーブ、しかし優勝戦圏内まだまだまだ距離があります。うわーきつい。残り後ろのブルーラック、先頭は落合になります。4番の田中悟の仕掛けを許しませんでした。落合が先頭だ。2番手田中悟、7番の浅田慎吾は3番手、惜しい。塚越はその後ろであります。最後のコーナーから2番手に迫ってくる浅田慎吾、先頭は2番の落合、先頭だ。2番手浅田がダブ、浅田がダブ、わー読んだ。さあ10レースですね。ここは4番の小林選手、あと6番の、吉田圭介、ちょっと穴目で狙ってみました。4番6番、まだ濡れてるのかどうかわかんないけど、46で来い。スタートしました。20メートル線の小林行け。4番小林、1番の荒井弘樹はややスタートした。10メートルの両者が迫ろうとしています。渋沢金山の順で1番の荒井弘樹に、まずは1周3小林行け。体を並べるところまで2番の渋沢が来ました。先頭は荒井弘樹、今1周4コーナーちょっと飛び加減立ち上がっています。渋沢金山が続いています。競争は2周回目、序盤から内を締めるやや苦しい競争になりました。1番荒井弘樹、さあいやきついなこれ。渋沢前に上がった、
渋沢のまくりが渋健さんか。続いていけるか金山周平、この4コーナーやや膨らんでいます。新井弘樹の抵抗にあっています。残りは4周回、先頭は渋沢健二、2番対1番の新井弘樹、そして3番の金山周平が、さあ内を狙いたいところでありますが、1番の新井弘樹うまくインコースで我慢する競争になっています。金山周平3番手からしっかり体勢を作りました。わあ滑るんだよ、やや滑りました。わかんないんだよ今日の走路、これしっかり体勢を濡れてんのかもうね、両走路なんか滑りました。金山1番の新井の手強い粘り、さあここでまくって、決まった決まった、 3,4 コーナーのカーブ、金山のまくりが決まっています。さらには小林優希まで来ております。残りは2周回、先頭は、いやでも2までは届かないよ。そして4番小林優希が3番手から2番手、狙えるような距離感まで上がってきています。2番手争いは、さあ金山と小林の勝負になりそうか。残り1周のブルーフラッグを2は通過しました。先頭渋沢健二、結構なアドバンテージ。さあ2番手は金山がリード、4番の小林が外を攻めようとしている。さあどっちだ、3か4か。3番金山の外から4番小林のまくり、食い止めている金山、前か。現在2番手の位置、まもなくチェッカーフラッグ、234だ。ここは1番の白杉義隆、1番人気で押されました。昨日は3秒392という素晴らしい上がりタイムで勝利を収めています。さあ11レースですね。ここは1番の白杉選手、あとは3番の谷川選手、1、3、この2車で勝負、1、3で決まってくれ。さあ来い谷川さん、来い谷川さん、谷川さん来い、10メートル線からはほぼ同体、行け。中野を叩いた3番の谷川が10メートル線から先頭を取っています。20メートルは大月鈴木聡太の順で、わ、聡太来た。鈴木聡太がインコースをさばいて、この3コーナーでは一気に中野大月を捉えています。先頭は1番の白杉義隆、1、3逃げちゃえ、1、3逃げちゃえ、そのまま逃げちゃえ、どこまで接近できるのか。レーサー2周回目、一旦逃げちゃう、そのまま谷川さん行って、リードしています。先頭は白杉、二番打谷さん、つけて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 、3番打谷さんがつきました。鈴木聡太、その後ろ大月、さらには2番の中野がついて4コーナーを立ち上がります。1番の白杉先頭だけですが、じわじわと谷川さん、来い来い来い、接近しているように見えています。6コン6コン6コン、ミスも許されない距離に3番の谷川がおります。1番の白杉が引っ張っています。詰めろ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 、サイチになれ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 、行け谷川。鈴木聡太の後方からは青島が4番の大月を捉えて4番手上がってきています。3番手争いは現在7番の鈴木聡太がリード。さあサイチになれ、優勝宣言内までは何かない限り届くそうです。行けサイチになれ、周回終盤戦です。白杉が引っ張っています。さあ3番手争いは切り返しの体勢か、8番の青島、青島が鈴木聡太のインコースを入ってまいりました。3コーナーから4コーナー、3番手で上がっています。来い来い来い、白杉吉高、谷川来い、あ滑ってる、谷川勝田が残り1周ブルースバックを通過しています。1番手白杉吉高、今日の準決勝でも持ち前の伊田伝ぶりを存分に披露しました。最終コーナーに向かっています。先頭は白杉、1番人気の前で、早いな白杉さん、これは早いわ、おめでとう、素晴らしい。総合力で一歩リードする吉原恭介、ここは人気の中心です。
さあ最終12レースですね。ここは2番の、スコジさん、あとは7、8、中口くんに、あとはキョスケ、2、7、8、この3車でまずはスタート。2、7、8、クイ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 、いけー小石さん、いけー大外から新井順が行った行った。20メートル線、規制を制した。小石さん、いけ、さらには清水、おー後ろから吉原京介が速い、早くも5番手に上がっています。先頭は柳井、その柳井を追い上げる1番手が鈴木浩二、やや膨らんだ。最多後ろから怒涛の攻めであります。吉原京介が早くもライバルを、ここで次々にライバルを倒していきまして3番手に上がってきています。後方から5番の桜井がまくって中段の5番手に上がっています。よし、桜井も来い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 。6番手、ややきつい立場になりました。先頭はやばい、かなり逃げのかかりが良さそうだ。残りは4周回、2番手が鈴木浩二、3番手が吉原京介、さらには4番手、いけ2番手を狙いまして、小石さん、小石さん、小石さん、推進力で吉原京介が鈴木浩二を捉えていきました。先頭は小石さん、小石さん、ついてきて、小石さん、ついてきて、残りは3周回です。逃げる柳井、追っていくのは吉原京介。さあこの小石さん、ついて、立ち上がりではバイクを内側に向けて1番の柳井を捕まえた。3コーナーで吉原が先頭に立っています。鈴木浩二が3番手、早行き過ぎた、救ったのは4番清水、さらにはうわーマジか、残りは2周回であります。2番と1番の柳井、さらには4番清水、今年初優勝をかける2人の攻防戦、たくちゃんだ、鈴木浩二もついてこようとしています。2番と4番の清水が上がりました。後方からまくってくるのは5番の桜井、7番の中口も3番と争い参戦であります。うわー小石さん、もったいねー。先頭は優勝候補に高まない競争で、どうやら準決勝突破、吉原京介。さあ3番手に5番の桜井攻め上がる、2番手の清水まだまだうかうかできない。さあ桜井が並ぼうとしている、清水にどっちだ、4番か5番か、たくさんだ。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。なんか今日硬かったんかな、結局は。ちょっと穴狙いってだいぶ失敗しました。結局ガチガチの本命1本だけ、あー結構つらかったですね。でもまあ明日のね優勝戦は本当しっかりした走路でやってほしいです。もう走路が不安定でね、嫌です。はい、ということで、本日はしゅーちゃんオートですね、伊勢崎オートの4日間、3日間開催ですね、3日間開催の準決勝、明日優勝戦の模様もやっていきます。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でございました。